ポリスニュースから1882年生半の豚顔の女性豚顔の女性は1630年代後期にオランダ、イングランド、フランスで同時多発的に似たような話が登場し後にアイルランドでも話題になった作品である最も初期の物語では女性の豚のような外見は魔法の結果で彼女の結婚式後に豚顔の女性の仕事夫に彼には 美しく見えるが、他の人に豚の見えるようになるか、または彼に豚のように見えた人には美しく見えるようにする選択が与えられた。夫は、それは彼女が選択すべきだと言った途端魔法はと彼元の姿に戻るという話である。後世になると物語から魔法の要素が徐々になくなり、豚顔の女性を現実に存在する様に信じられるようになった。 多少の違いはあるが、基本的な物語は共通している。裕福な家庭に生まれた妊娠した女性に、子供を伴った小敷が物乞いに来て、拒絶した上で子供を豚と比較する。憤慨した小敷は呪いをかけて、女性を豚顔に変えてしまう。女性はブーブーとしか喋れなくなり、銀の貝場を受けから食事をし、子供は健康だが、豚のような行動をとる。 女性の両親は亡くなった後の親子の境遇と相続に悩む。17世紀以前には動物の特徴を持った人の物語は存在するが、ヨーロッパにおいて豚の特徴を持った人間の話は見当たらない。豚顔の女性の物語の初期版はイングランド、オランダ、フランスでほぼ同時に登場し、1639年後半にはイングランドで普及した。ありがとうございます。